ました。じゃじゃん、メーカーはベルモントさんのプレミアムトーナメントチタン790、カップサイズは L ですね、ラージの L。 ちょっと被写を新調しました。結構硬めなやつなんですけど、ここの解説にあるようにエンボスが入ったチタンカップなんで、こうね、評判が良かったんで買ってみたんですけども、私は結構ね、ほんと投げますんで、バンバン投げますんで、ちょっとね、本気の遠投用で買っちゃいました。で、このプレミアムトーナメントっていうやつはカップサイズが4種類の5個用ですかね。 SS が 9mm、 S が 12.5mm、 M が 16mm、 で、私買ったのは L ですね、23mm と、ボイル用のやつですね、ボイル用のも23です。はい、ちょっとね、開けてみます。はい、これがね、カップです。このエンボス加工のこのポツポツがコマセ離れを良くしてくれてるやつですね。見た目ちょっと派手なんですけどね、いい具合です。ちょっとね、ここの段差、ここに段差があるのはね、コマセがたまる原因になるんで、あんまり嬉しくはないんですけど、まあこれはこれで多分ね、いろんな被写をね、このカップのところを変えられるようにっていうんで、多分ここにリブが立ってるんだと思います。で、これがですね、プレミアムカーボンシャフトって書いてあります。デザインはね、シンプルですね。はい。で、これがですね、私はあまりこうチェーンとかローパーくっつけないんで、裸で使っちゃうんですけど、ここに。けられるようになってますね。落下した時に落ちないようになってます。で、この試薬をね、買った理由の一つが、ここの形状が好きなんで行ってみました。グリップがいいですね。説明がね、これか、これ、この 3D 形状グリップってあるんですけどね、ここのところ、ここが指で押すところで、触った時にパッと握った時にちゃんとね、向きが決まるっていうやつですね。これはね、各社さんいろんな工夫されてると思うんですけども、このベルモントさんの被写の中だと、このプレミアムトーナメントっちのだけが特徴的なね、ちょっとこう三角形になってるというか、握りやすいようになってます。なので、ね、ちょっと感覚的にクッて握った時にもう向きが決まります。で、ね、尺はね、かなり硬いですね。もうほぼしならないぐらいの感じなんです。これ私も結構力入れてますけど、そんなにしならないぐらいの硬さです。なので、こうグッグッて押し当てる人というよりも、なんかコマセを硬いままグッと押し付けて投げる方よっていう感じの尺です。そして一番はね、とにかく軽いですね。めちゃめちゃ軽いです。よくできてますね、この軽さは。軽いけどしっかりパワーがこう伝わるというか、
いい具合ですね。うん、あとは磯に立ってレビューしたいと思います。